こんにちはったらこんにちは、いずもです。今週はダイソーのテープライトと人感センサーケーブルで家の鏡台に女優ライトを実装してみたので、その様子をお届けします。それでは出来上がりの様子からご覧いただきましょう。写真を見ていただきましょう。鏡の両側に LED テープを貼り付けています。2つの LED テープの間はケーブルでつながっていて、こっちの端から人感センサーケーブルに接続しています。この先は USB 電源につながっています。それでは動いているところを見てみましょう。その動きを検知して点灯します。センサーはここです。無人だと1分ほどで消灯します。あ、消えましたね。では工作の様子を見ていきましょう。テープライトはウォームホワイトで1メートルのものを買ってきました。裏面はシールになっていて、壁などに貼り付けることができます。これを半分に切ります。ちょうど半分の位置がハンダでつなげられていました。ここを切ります。透明ゴムっぽい被覆は取っておきます。二芯のケーブルを1メートル用意して、端の被覆を取っておきます。予備ハンダして、さっき切った場所にハンダ付けします。抑制は書いてあるので安心です。反対側も同じようにハンダ付けします。これで2本の LED テープがケーブルでつながりました。熱収縮チューブで端を保護しておきます。洗面台で使うので一応の用心です。反対側も同じように保護して、今回の工作はこれだけです。簡単ですね。ここで人感センサーケーブルの登場です。これも300円。ちょっと前に割と話題になった商品。人感センサーで USB 電源をオンオフしてくれます。このテープライトみたいにUSB 電源だけでオンオフできるものに人感機能を追加できるアイデア商品ですね。USB 電源に挿すと点灯しました。このまま動かずにじっと待ってみましょう。動くと反応しちゃいますからね。1分ぐらいで消えました。ここでちょっと体を焦がすとつきました。ちゃんと人の動きを検知してくれてるみたいです。これを鏡に取り付けました。鏡の端にテープで貼り付けています。1メートルのケーブルで反対側に渡しています。もう一本のテープライトは鏡の反対側に貼り付けて、テープライトの USB 端子を人感センサーケーブルにつなぎました。センサーは両面テープで壁に貼り付けています。これで出来上がり。というわけで簡単ですが、テープライトと人感センサーケーブルで人が前に立つと自動点灯する女優ライトを実装してみました。もともと嫁様のリクエストなのですが、嫁様にも娘ちゃんにも好評です。照明が上側だけだと
顔に影が落ちてメイクとかがやりにくいんだそうです。そういうものなんですね。単純に脱衣場の自動照明としても役に立っているので、そういう意味でも作ってよかったです。とっても簡単で家族にも喜ばれるので、よかったらぜひチャレンジしてください。さて、この動画参考になったなと思われましたら高評価ボタンお願いします。あとチャンネル登録もぜひ。さて、来週も実は人感センサーケーブルで遊んでみようと思っています。それではまた次回よろしくお願いします。